今回はマジック用テーブルの比較紹介です。今私の左右にはマギカで取り扱っているテーブルの中から9体を選んで並べています。いずれも分解もしくは折りたたんで持ち運びができる方式のものです。これらは機能やデザインが違っており、それぞれの長所があります。そこで今日は演技スタイルに合わせて使いやすい机選びを考えていきます。どうぞよろしくお願いいたします。最初にご紹介するのは携帯性とデザイン性に優れたアルミ製のフォールディングテーブルです。まずご注目いただきたいのはこちらの足の部分のくり抜きです。トランプの4種類のマークが大きくくり抜かれています。さらに90度回転させると少し見えづらいかと思いますけれども、小さくトランプのマークがくり抜かれています。このくり抜きにより全体の重量が下がるとともにマジックらしい雰囲気を醸し出しています。アルミ製でとても軽く、天井板には黒い植毛が施されています。手触りが良く高級感のあるものです。このままステージ上に置いても十分に見栄えが良いものでしょう。天井板はやや小さい印象で、物置としての利用が主になると思います。例えばカードやコインを置いて、演技はスタンドアップで行うというようなイメージになるかと思います。この机の上でスプレッドなどを行うには少し狭い感じがします。折りたたみますとこのようにバッグの中に薄く収まります。中には色違いのものが入っています。このように薄く折りたたまった状態から下に下げると素早く広がります。こちらにはメタリックの赤、そしてゴールドがあります。色にはこの他に銀色などバリエーションがあります。さらに天井板にもバリエーションがあります。こちらは長方形のものでしたが、丸い天井板のものがあります。足は同じようにくり抜きが行われています。こちらの丸いタイプであればもう少し広く天井を使うことができます。このアルミ製のフォールディングテーブルは、例えばストリートマジックなど手軽に持ち運んで、すぐに広げて演技をするぞというような時にとても使いやすいものだと思います。次にご紹介するのは木製のフォールディングテーブルです。アルミ製のフォールディングテーブルでは物置としての利用がメインでしたが、机の上を利用してもっと本格的に演技を行いたいという場合には木製のフォールディングテーブルをおすすめします。こちらには取っ手のついた木製のフォールディングテーブルがあります。手や重量感があり、先ほどのアルミ製のフォールディングテーブルのような、バッグやリュックに入れて持ち運ぶというような手軽さはありません。ですが天井板が大きくなっています。内側にはバネが内蔵されています。このように素早く立ち上がり演技を行うことができます。この天井板の上であれば小さめのクロスアップマットがちょうど乗せられる幅になっています。先ほどのアルミ製のフォールディングテーブルでは両サイドがはみ出てしまうものでした。アルミ製のフォールディングテーブルは軽い分揺れが大きくなりやすいものでした。こちらは重量感がある分立て付けがよく安定しています。この上であればより机の上で本格的な演技を行うことができます。さらにもう一回り天井板の大きい木製のフォールディングテーブルがこちらにあります。こちらのフォールディングテーブルは高さも少し高くなっています。
そしてさらに今の小さめのクローズアップではなくマットではなく、もう一回り大きなクローズアップマットがちょうど乗っかるような幅になっています。先ほどのマットと比較しますとこのぐらいの差があります。この上であればさらに高さもあり広さもあり、大きくマジックを机の上で行うことができます。さらにこちらの高い方の木製のフォールディングテーブルには天井板に穴が開いています。この穴はアピアリングケーンなどを出現させた後にこのように刺して立てかけておくことができるものです。このような利点もあります。この他にデザインが少し異なっています。これが木製のフォールディングテーブルです。ここからは組み立て式のマジック用テーブルのご紹介です。前に紹介したアルミ製のフォールディングテーブル、そして木製のフォールディングテーブル、いずれも折りたたみ式のテーブルでした。折りたたみ式は簡単に立ち上がるのですが、その分足の作りが簡易的でやや立ち方に不安定さがありました。風が吹くと倒れてしまうのではないかというようなちょっとした不安定な面がありました。その点において組み立て式のテーブルは足の作りがより堅牢になっています。こちらにあるアタッシュケース型のマジック用テーブルは足の部分がネジで分解され全て中に収まるようになっています。組み上がった状態でアタッシュケースの中は空になりますので、たくさんの道具を入れておくことができます。蓋を開けておけば観客の側からは隠すこともできます。この収納力を生かしてサロンマジックやキッズショー、大道芸などたくさんの道具が次々出てくるようなバラエティ豊かなショーをするときに役に立ちます。例えばインビジブルデックを大きなカードで演じてそれをしまい、今度はカップ&ボールが出てきてこれを机の上で演じて、またこの道具をしまって続けてシルクが出てきてというふうに次々と演技を続ける場合にとても役に立つものです。こうした対応力と、さらにこのアタッシュケース型はキャスターがついています。ですからステージ上でこのように転がして重たいものが入った状態でも移動させることができます。タッシュケース自体はややかさばり重たいものですが、こうした利点があるのが特徴です。完全なステージマジックに重宝するのがこちらのテーブルクロスがかかったタイプのマジック用テーブルです。見た目はかなり体積があるように見えますが、実際は薄い木の板にテーブルクロスがかかっています。そして足の部分は伸縮式の金属製になっています。傘の骨組みのように1本の棒がここまで縮まります。そして木の板も薄いものですから小スペースで、しかも持ち運びが軽いものです。こちらの木製フォールディングテーブルと比べてもかなり持ち運びが楽です。そしてもう一つ大きな特徴があります。ブラックアートを利用した秘密のポケットがついています。これはテーブルクロスの黒を利用していますが、一番手前側にスリットがあり、このように隠しポケットがあります。一部仕切り板がついており、このように動くようになっています。仕切り板の上であればスリットがあっても物を乗せて見せることができます。これを利用しますと、例えばシルクを使って何か演技を行い、一時的にそれを卓上に置いておきます。再度取り上げる際に背後で一緒に、例えば今はファウンテンシルクのギミックですが、一緒に持ち上げてしまうことができます。このような引きに利用することができます。また逆にこうした四つ玉がシルクの背後に隠して持たれているとき、処理するというときに卓上にシルクを置く流れでこのスリットの中へボールを処理してしまうことができます。
捨て場として密かに利用することができるわけです。もう一つ利点としまして、このように布がかかった垂れ下がった面積がありますので、机の手前側に物をぶら下げて隠しておくことができます。例えば四つ玉をホルダーやマグネットなどを利用して、このように手前側にぶら下げておけば、観客側から見た時は見えなくなります。机に近づく動作の中でこうしたものを取ってくるというような秘密の動作ができます。ちなみにこの点については、木製のフォールディングテーブルでもある程度隠れる部分がありますので、その背後に何かを隠しておいて引いてくるということができます。こちら使い慣れるとかなり重宝するものです。ぜひご検討ください。さあ、だいぶ長くなりましたが、最後に面白いものを2つご紹介して終えたいと思います。1つ目はこちらのハット式の捨て箱です。こちらには金属製の分解できる支柱があります。このままだと意味が分かりませんが、マジシャンはカードのファンを持って登場します。そして投げ上げるとポップアットに変化します。パートは磁石式により吸着するようになっています。こちらはテーブルというよりも主にマニピュレーションの捨て箱として利用するのに適しています。例えばこちらの捨て箱とこちらのテーブルクロスのかかったテーブルなどはとても雰囲気の合うものだと思います。さて、ラストはこちらテーブルプロダクションです。とてもコンパクトな板がありますが、これが一瞬にして足が立ち上がります。こじゃれた手品ですけれども、テーブルの面積は狭くてあまり物を置くスペースはありません。ですから例えばショットグラスを置くなど、スマートでこじゃれた演技を考えるのに面白い道具ではないかと思います。ということで、全部で9体の机をご紹介しました。マジック用テーブルは使い込むと基地のような役割を果たし、演技環境をどんどん広げてくれます。演技スタイルに合わせて適した使いやすい道具を選んでみてください。お相手はワンダーニコルでした。ありがとうございました。